今までこ、今シーズン、ここまでどう,どうですかプレ、スパルタでプレーしてみて。うんまあ、最初の方は少し出れない時間時間というか、出れない期間があって <laughs>、ちょっと、まあ、焦ってた部分あったんですけど、まあ、最近、スタメンで出れるようになって、まあ、少しですけど、結果もついてきているので、えー、このまま出続けて、結果、残し続けたいなというふうに思ってます。えー、ロッテルダムに住んででみてど,どうですか町は町自体。 えとすごい気に入ってるというかあの平和だしみんな優しいしで困ることは本当に何もないなっていう感じですまあオランダ語とか英語とかまだ、まあまあ、難しいと思うんだけどなんかオランダ語の言葉で覚えたこと言葉ってありますか言葉 <laughs> 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 ファイナルホーサー <laughs> いやほとんど監督からうんフォーレンダム戦でデビューしたと思うんだけどその時に、えーまあ、いいプレーをしてでサポーターからもすごくこういいイメージをサポーターにもすごいいいイメージを与えたと思うんだけども自分ではどういうふうなどういうふうに感じましたかその試合についてそうですね、まあ、ずっっと出たかったかんででそれで初めて のデ,デ,ビュー戦デビュー戦で、まあ、少し自分のプレーを見せれたっていう,いうことに対してすごいほっとしたのを覚えてるしでそのプレーに対してサポーターの皆さん盛り上がってくれたので自分自身なんか気持ちよくプレーできたというか,なんかそういうイメージがありますでまあ複数アシストをできたのはそこだけだったので今まで、えー、これからもっと複数の得点に絡めるように。 すればもっとサポーターの皆さんも喜んでくれるっていうか自分のこと好きになってくれると思うし、しっかりそういうことを意識しながらやっていきたいなと思ってます。うんと、チームの中でもそのサポーターにすごくこう応援されてるっていう感じは自分でも感じますか。まあ多少感じたりはします。でもまあ、それは多分自分の活躍ありきだと思うので、しっかりと活躍しながらもっと好きになってほしいなって思ってます。 まあ今、レギュラーのポジション、まあ、ウィンターストップの後にあのにレギュラーとしてプレーすることが増えたと思うんだけども自分の中でそのレギュラーのポジションをつかむために何かこう変えた部分というか努力した部分というのはありますすかそうですね、まあまあ、出れる時も出れない時も、えー、同じ気持ちで、えー、同じようなプレーをしなきゃいけないと思っているので自分の中では。だから まあ出れるからこういうプレーとか出れないからこういうプレーというわけじゃなくて常に全力のプレーをするようには自分は意識してて、まあ、それが出せれば自然とみんなも理解してくれると思うし自分自身もいいプレーもできると思うので,でそういういところは意識してますこの間の試合、まあ、ダービーだったと思うんだけどその試合であの決勝点となる2点目を入れたんだけどあのそ,のそのことについてはどう思いますか そうですねダービーっていう試合で結果を残せたっていうのはすごい自分自身、嬉しいことですしスパルタのみんなからもみんなも嬉しいことだと思うのでそこはなんだろうハッピーな気持ちにもなったし <coughs>、まあ、でもなんだろう、ダービーだけじゃなくて他のなんかの苦しい試合だったりで。 結果を残せるような選手になっていきたいなと思ううしチームを助けれるよなな選手になっていきたいなと思っていますあ,あのもちろんサポーターから結構こう愛される選手という形でプレーしてると思うんだけどただ2回ゴールを入れたのはどっちもアウェーのゴールでサポーターが少ない中でのゴールだったと思うんだけどあのホームでゴールを決めるっていうのを。 時がそろそろ来る、来てもいいんじゃないかみたいな <laughs> そうですね、もう、めちゃくちゃ決めたいですっ盛り上がってる、で、他の選手が決めてめっちゃ盛り上がってるのでうらやましいんで、自分も点決めて、盛り上がりたいなっていう気持ちは、すごくあります <laughs> えっとこう次の試合、フィテッセホームですフィテッセなんだけども、あのどういうふうな、どういうふうに考えてますかっていう、そうです本当に勝たなきゃいけないと思いますし。 2、まあ、連敗してからの、まあ、前回勝ってっていう、まあ、次、本当に勝たなきゃいけないゲームだと思うので、えー、しっかりとなんだろうチームとしても個人としてもいい準備をして、えー、勝ちにつなげていきたいなというふうに思うし、まあ、これからどのゲームも大事になると思うので本当に全部勝つっていう気持ちでやっていきたいなというふうに思っています。